か大人のわかる色気なんか色気かるなんかセクシーな感じちょっと綺麗な感じ雰囲気でしょそうなんかちょっとエロそうじゃないかねこれえ、すごい私もこれあ、マジ那今天的影片的主題呢就是日本女生眼中的台湾男生是谁的一支影片那我这次回日本之前呢我就有做了一个图这里面呢有总共有十位台湾就有名的台湾男神包含演员啊歌手还有 YouTuber 也在里面给大家看我的朋友的回答之前呢我自己也想呵呵回答一下首先左上角的开始是许光汉嘛然后旁边这位呢大家不要怀疑自己的眼睛没错他就是我的老公啊格力接下来呢是周星泽蛇丸周杰伦康仁陈柏霖邱泽吴柏春风这十位都是很标准的那种帅哥我觉得很无聊我想放一点台湾的特色放进去所以就选了这十位那我自己回答呢我是就我有两位一位呢是吴康仁然后另外一位呢是邱泽好那大家就继续收看这支影片吧どうも始まりました皆さん覚えてるでしょう一年ぶり一年ぶりでちょっと語りましょう何語る私これ作ってきたの見て見てアンケートを取るんですよ何何気づいとった気づいとった気づいたはい全部で10人います10人いて、ね、これいるじゃんちゃんとえいるいるじゃんアグリンがこの10人は全部その台湾のめっちゃ有名なあ有名な人なのそうみんな有名な人俳優とか歌手とか、あと YouTuber もいるおでおこの10人の中で、まあまあタイプは誰え一人一人選んでほしいなっていう見た目だけ 見た目だけそうだねだってもうこの画像だけえ難しいえちょっと待って予選しますリサの、タイプは、分かるでしょ分かるえちょっと待ってね予想は、これあはいはいはいこれね許光汉ねこれ許光汉って言うんだよ俳優俳優この人俳優、決まったうん3、2、1ね、待って、めっちゃ人気、今のところ。え、ほんとみんなこれてか、私もこれ。あれ。あー。張哲っていう人なんだけど、俳優さんで。かっこいい。かっこいいよね。かっこいい。なんか、この、何顔の形なんていうの顔バランスなんか、大人の。わかる。色気なんか、色気わかる。なんか、セクシーな感じ。リサ、主婚派選ぶかと思った。でも私、昔の私だったら、多分でしょうん、この子、この子でしょなんかこれは、アーグリー。アーグリー。私もアーグリー好きだよ。え好きだよ、アーグリー。好き好きだよ。アーグリーは、なんか、メガネフィッチだったら絶対俺選ぶじゃん、とか言ってて。ね、ということで、リサの調査は、こんな感じでした。でした。こんにちは、ミクです。トコです。トコです。なんか一人知ってる人いるんだけど。誰ですか？なんか知ってる人いるんだけど。どうですかこの方？優しそうで。え、二人いるな。え、二人いる？ミクはちょっとマッチョが好きじゃん。でもこれで見えんけどな。ご飯来ました予想しますこれとこれえこれねえ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 一緒嘘一緒こっちかこっちで迷ったけどあこの二人でしょ、違うミクはあれ顔がちょっとなんだろうちょっと濃いってかなんかちょっと男らしい顔が好きでしょだからこれは絶対入ってるかなと思ったのでめっちゃ迷ったまさかのこれちょっと塩顔じゃないちょっと綺麗な感じこのメガネの方はどうですか優しそうでかっこいいですねあらしいですあアグリさん見てるこれは私 の旦那さんですということですねはい、調査超絶でしたフィソンでーす。はじめまして、フィソンでーす。10人の中で、フィソンが一番
タイプな人を選んでくださいっていうね。待ってね。まあ違うじゃん。あ、これシュワン、これこの人は YouTuber、 なんか大食いとかやってる。あ、ぽいぽいぽい。違うでしょ。あとこの2人も違うでしょ。でもこの人たちもバンド、まあ、歌手なの。そうなんだ。最初予想するね。ティソンはでもさ、ティソン分かりづらいな。一人旦那おるやん。気づきました。もちろんもちろん。そうそう、いるんですよ。別に選んでもいいんですよ。いい写真だね。優しい。え、ピソンはこの人じゃない、あれ、ジョーなんとか歌手の。韓国の人っぽいけど違う。もっとね、可愛いのが好きだから。あ、そっか。でもピソンは韓国系が好きだもんね。そう、人へのそうね。はい、え、あ、選んでください。 え、決まった。彼氏にするの、旦那にするの、どっち。待って、まあ普通にかっこいい、一番かっこいい。迷ってんの今2人で。誰？もう迷ってるけど、めっちゃ意外。下とかめっちゃ意外。でも良さそう。でもこの方はもう知ってるんだよね。そう、シュガーハンは人気だね。そう、知ってて有名。かっこいいんだけど、この人が結構私好きかも。雰囲気でしょ。そう、なんかちょっとエロそうじゃない。セクシーじゃない。そうそうそう、セクシーな、あの、イケオジって感じ。わかる。多分そう、結構年40いってるかな。え、じゃあ、え、こっちにした。そうだね。あ、ピソンは、あの、なんだっけこの人、名前忘れちゃった。ダメじゃん。ピソン、選びました。選んでください。イケメンを、イケメンっていうかさ、タイプを。え、どっちにして。あれ、待って、いるじゃん。いるんだよ、気づかん。気づかなかった？馴染んでた？一人。あと理由と、あとエータも選んでいいよ。どの人がかっこいいと思う？これ。どれ？どれ？いっぱい。アフリ選んだらすごい。マッチョどれ？めっちゃマッチョがいい。マッチョ。そう、わかんないな。これ顔だけだから。顔で勝負なの。これじゃん。これ？すごい。これ好きなの？まあ、これ歌手っていうか歌手なんだけど、ラッパ？そうそう、そんな感じ。あ、そんな感じ。でも超有名だよ。へー、ね、これえ、すごい。私もこれ。あ、マジで。他、あとリサとさ、あと2人、ほぼこれ。いや、だってそれしか。イケメンじゃない。うん、でした。でした。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。